坂井典子さんと工藤静香さんは共に1980年代のアイドルで、年齢も同じです。仲の良い親友同士だったはずですが、坂井典子さんが逮捕される4年ほど前から絶縁状態にあったといいます。その原因として報じられたのは、坂井典子さんの子供のお受験ドタキャン事件であるとしています。受験前日の晩から朝までクラブではしゃぎまくった挙句、面接に来なかった坂井典子さんに一緒に子供を受験させた工藤静香さんが愛想をつかせたとのことでした。もう一つ不仲になった理由されているのが、スマップチケット事件です。坂井典子さんが木村拓哉さんを夫に持つ工藤静香さんにスマップのコンサートチケットの手配を依頼しました。期待外れの席だったことに腹を立てた坂井典子さんが、後日電話で、私が恥をかいたじゃないと悪態をついたことで、二人は不仲になったと言われています。いずれの事件も、坂井典子さんが薬物に手を染め始めたとされている時期に起こっているだけに、人格の変化が最たる原因ではなかったかと思われます。坂井典子さんが元夫で自称プロサーファーの高曽雄一さんとめでた婚の末に息子を出産したのは1999年7月11日のことでした。2009年夏、坂井典子さんが薬物取締法違反で逮捕された時の息子の年齢は10歳でした。坂井典子さんが警察署に拘留されている間、息子は小学校の同級生宅や坂井典子さんのママ母のもとに預けられていたそうです。事件の翌年、坂井典子さんは高曽雄一さんとの離婚調停の末に息子の親権を獲得しています。事件後、悪目立ち覚悟で学校行事に欠かさず出席する坂井典子さんの姿は、週刊誌でもたびたび報じられてきました。息子は今年で22歳です。中学から私立駒込学園の中高一貫校に通っていることが判明し、テレビ番組でモザイク処理されず顔バレしてしまったことから、イケメンと話題になったこともありました。変な注目を浴びてグレはしないかと心配されていましたが、その心配をよそに立派に成長しているようです。坂井典子さんは1971年福岡県福岡市に生まれましたが、乳児期に佐賀県の寺に捨て子として預けられていたそうです。これは坂井典子さんの父親がある罪で服役中に母親が若い男と駆け落ちしたためだと言われています。さらに坂井典子さんは両親が離婚してほどなく、母親が謎の死を遂げるという不幸な経験をしています。埼玉県の叔母の家で小学生時代を過ごした坂井典子さんは、長らく叔母を本当の親だと信じていましたが、父親が再婚する際に名乗り出たため、中学からは父親とママ母に引き取られて福岡県に戻りました。その後弟が生まれ、父親の離婚再婚と翻弄され続けた坂井典子さん、弟や後に交通事故死したとされる父親が共に仇ではなかったこともあって、坂井典子さんの生い立ちは長らく伏せられてきたようです。しかし坂井典子さんの逮捕勾留中に、ママ母の衝撃告白として掲載した週刊誌によって世間にその生い立ちが知られることとなりました。坂井典子さんは父親に引き取られた14歳の頃から芸能界を目指してオーディションを受け始めています。ヤッピーやウレピー、いただきマンモスといったノリピー語で一世風靡したアイドル坂井典子さんが誕生したきっかけは、15歳で BOMB 賞を獲得した86ミスヘアコロンイメージがあるコンテストでした。実は BOMB 賞はこのコンテストに本来あった賞ではなく、坂井典子さんを見初めた当時のサンミュージック社長相沢修貞さんによって急遽設置されたものだったそうです。これより坂井典子さんは福岡から都内の中学校に転校し、相沢修貞さんの自宅で下宿生活を送ることになります。雨天の末、たった一人芸能界に飛び込んだ坂井典子さんは、まだ年端もいかない少女でしたが、周囲に悲惨な生い立ちの影を見せたり弱音を吐いたりするようなことは全くなかったといいます。坂井典子さんは1980年代後半からノリピー語やノリピー音頭と明るく元気なキャラで日本中を元気にしてくれたアイドルです。坂井典子さんはデビューと同時期に放送が開始したテレビ番組ももこクラブにもレギュラー出演し、番組の中心メンバーとして人気を集めました。1987年には
ファーストシングル「男の子になりたい」でアイドル歌手デビューしました。オリコン最高6位を記録するヒットとなり、第18回日本歌謡大賞で最優秀放送音楽新人賞を受賞しました。その後も1987年、渚のファンタシー、ノレナ、イティーン、エイジと立て続けに発表し、続く4枚目のシングル「夢冒険」が NHK テレビアニメ「アニメ三銃士」の主題歌と、翌年1988年の第60回選抜高等学校野球大会の入場行進曲にも選ばれてヒットを飛ばします。さらに坂井紀子さんはアイドル活動の傍ら、イラストレーターや漫画家としても活動すると、中学生の時に生み出したキャラクターのりぴーちゃんが日本自動車工業会のポスターに使われて、キャラクターグッズをご自身のショップのりぴーハウスで販売するなど、当時流行したタレントショップブームの走りを生み出しました。アイドル活動停滞期の1990年代に入ってからは、持ち前の整った容姿で中国、台湾、香港などで絶大な人気を誇るようになりました。その後、ドラマ「一つ屋根の下」「星の金貨」と主演ドラマが立て続けにヒットし、ミリオンヒットとなったドラマ主題歌「青いウサギ」では紅白歌合戦出場も果たしました。手話を交えて歌った青いウサギの清廉潔白なイメージこそが当時の坂井紀子さん。覚醒剤撲滅運動のポスターに起用されたこともありました。それだけに、2009年の事件にまつわる報道が世間に与えたショックは計り知れません。2009年8月3日の夜、夫の高曽雄一さんが東京都渋谷区の路上で職務質問を受け、覚醒剤所持で翌日未明、現行犯逮捕されてしまいます。この時、坂井紀子さんも警察から任意同行を求められたのですが、子供を預けているのでと拒否して立ち去ると、自宅マンションから大量の荷物を持ち出して、コンビニエンスストアや量販店で食料品、飲料水、衣服、下着などを購入し、行方をくらましてしまいます。ただ、その後8月7日に高曽雄一さんが坂井紀子さんも覚醒剤を使用していたことを供述したため、警視庁が自宅を家宅捜索したところ、微量の覚醒剤と坂井紀子さんの唾液がついた吸引器具を発見します。坂井紀子さんはそのことをテレビのニュースで知り、翌日8月8日に警視庁に出頭し逮捕されたのでした。その後、懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けました。事件後、福祉を学ぶと言っていた坂井紀子さん、中国では未だに人気が根強く、日本よりも先にファンクラブ再開の動きがあったといいますが、2016年9月22日にデビュー30周年記念コンサートを行うという事実を許せない人もいたのでしょう。事件以降はヤジを浴びながらも地道なパチンコ営業で身を立てているとも聞きますが、中国人向けのディナーショーで荒稼ぎをしているという噂話もあります。しかし、坂井紀子さん自身が壮絶な生い立ちを経験しているからこそ、再び息子を悲しませるようなことにはならないと信じたいと思う日本人ファンも少なくないはずです。坂井紀子さんがコンサートを機に芸能界に復帰するのなら、将来ある息子のためにも温かく見守りたいものです。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。